インターネット被害から子どもたちを守ろうと、西宮市の小学校でスマートフォンの正しい使い方を学ぶ教室が開かれました。使い方を間違えてしまうと、自分の人生に関わるような傷を負ってしまったり、トラブルに巻き込まれてしまうかもしれないんです。この教室は子どもたちにスマートフォンや携帯電話の安全な利用方法を学んでもらい、インターネットによる被害を防止しようと、兵庫県立大学と KDDI が共同で開いたもので、西宮市立津戸小学校の5年生と6年生の児童が参加しました。教室では、初めに県立大学の学生が、SNS の使い方を間違うと人間関係を壊すこともあると述べて、人を思いやる優しい気持ちが大事などと説明しました。そんなことがあるんだ。個人情報を流したりして、知らん人とメールをするのがダメだった。この後、子どもたちはグループに分かれてスマホの正しい使い方について話し合い、スマホはルールを決めて使用し、ネット依存に陥らない工夫が必要などと意見を出し合っていました。今みんなタブレットやパソコン1台、1人1台持ってるっていう時代の中で、やっぱり大きなトラブルにちょっとしたことがきっかけでもなっていってしまうので、保護者の方とかと一緒にご飯食べながらとか、そういう家族の団らんの中でなんかいいルールを作って、それを守っていってもらえたらなって思って授業をさせていただきました。ツールとして使っていくということはすごく便利なことだと思いますので、そちらの方は進めていきたいなと思っています。しかしながら子どもたちに迫ってきているその危険性みたいなことは、やっぱりしっかりと子どもたちに伝えていかないといけない。県立大学と KDDI はネットのトラブルから子どもたちを守るためには保護者の協力が不可欠などとして注意を呼びかけています。